リ・タダシ・は、大韓民国の政治家、弁護士、フェミニスト、人権活動家である。韓国における、左派政党である統合進歩党の共同代表及び、代表、ソウル大公法学科卒。1996年に行われた、司法試験に合格後、弁護士となり、市民運動に関わった。2008年4月の第18大総選挙で、 民主労働党比例候補として初当選、18代国会議員を務めた。この間、民労党の院内代表や党首、2011年12月に発足した統合進歩党の党首を務めた。2012年12月に行われた第18代大韓民国大統領選挙に立候補したが、野党候補一本化のため投票日直前に立候補、辞退した。 テレビ討論会で韓国政府を南側政府と呼び北朝鮮のミサイルを実用衛星と発言するなど韓国国内で北朝鮮支持派を意味する新北、樹北、主体思想派であるとの指摘を受けている2013年2月当職者選挙にて再び新保党代表に選出された2014年12月19日大韓民国憲法裁判所の審判により 党代表を務める東方新歩党が、新北民主的基本秩序に反する政党と判断され、大韓民国建成歴史上初めての強制解散の決定を下された。同党は即刻解散し、李た氏代表を含む、所属の大韓民国国会議員5名は、議員の資格を創出した。同日、大韓民国の中央選挙管理委員会は、この解散宣告を受け、 同党の政党登録を抹消した。ありがとうございます。